どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JCBW クレジットカードで 20% キャッシュバックキャンペーンがね、開始されましたので、こちらね解説やっていきたいと思います。まずね、去年からですね、こちら結構大上がりなねキャンペーンが JCB カードで行われてまして、まあそちらね、かなり利用された方多いんじゃないかなと思うんですけども、またねキャッシュバックキャンペーン始まりました。ですけどもね、昨年のクレジットカードのねそのキャンペーンに比べると、まあかなり控えめっていう感じのキャンペーンになっております。まずね、このキャンペーンの概要なんですけども、期間が4月1日から5月31日、キャッシュバックの金額が期間中 20% キャッシュバックっていう風になります。っていうので、まあこちらね現金でキャッシュバックになります。で、キャッシュバックの上限が5000円っていう風になりますんで、対象支払い金額が2万5000円までっていう風になります。キャッシュバック時期ですね、まあ、実際に、こちら4月1日から5月31日までやってるキャンペーンなんですけども、このキャッシュバックのね、が受けられるっていうのが、付与時期ですね、2020年の9月10日っていう風になっております。で、ずっとこのクレジットカードをね、使ってこのキャンペーンにね問わず使っていく方はですね、カードの利用代金から、まあ、このキャッシュバックの金額が引かれて、まあ、請求されるっていう感じになるんですけども、もしねこのキャンペーンの時だけ利用して、まあ、その後利用しないっていう方はですね、支払い金額がゼロになりますよね。っていうふうになると、設定の、ね、銀行口座に、まあ、5000円振り込まれるっていうふうになります。キャンペーンのね条件があるんですけども、ちょっとこれね後で説明しますね。で、支払い方法っていうのがね今回あります。このね今回のクレジットカードキャンペーンはですね、クレジットカードを切って支払う方法ではなくて、 Google Pay、Apple Pay に登録したクイックペイで支払う必要がありますっていうことなので、その点だけはね押さえておいてくださいね。普通にクレジットカードで請求に対してね、クレジットカード出して切ってしまうと、こちらね対象になりませんのでね、その点注意してくださいね。それではですね、キャンペーンの対象条件ですね。まず、JCBW カードに新規発行された方、次に、JCB アプリの MyJCB に、ログインで、図をねこんな感じで出しておきますけども、確認方法っていうのはねこんな感じになりますんで、まあ、この画面が出てたらログインは完了っていう風になります。次に、クイックペイで支払いっていう風になります。ですので、この3つの手順はですね確実に覚えていただいて、せっかくねこのキャンペーンね利用しようっていうのにね、ここミスってしまうと還元が受けられなくなってしまいますんでね、この点は注意してください。それではですね、クイックペイが、まあ、使えるお店なんですけども、一部ねここら辺に出しておきますけども、まあ、クイックペイはね結構使えるとこ増えてきておりまして、まあ、基本的なコンビニエンスストアとかですねもう結構使えるようになってますし、スーパーとかもね一部使えるようになってますんで、まあ、一応概要欄にね公式サイトのねクイックペイの、公式サイト載せておきますので、まあ、もしね利用先ちょっと見たいなっていう方がいらっしゃいましたら、そちらからね、見ていただけたらなと思います。で、こちらのキャンペーンのね全体的な注意事項なんですけども、まず支払い方法がクイックペイっていう支払い方法、まあ、先ほども言いましたけども、この点はね間違えないようにしてくださいね。で、次にですね、この今回のキャンペーンのクレジットカードなんですけども、JCBW カードのみのキャンペーンなんですよね。ですので、他の JCB のクレジットカードとかは一切対象じゃありませんので、で、この JCBW カードっていうのはですね、18歳から39歳までのね限定のクレジットカードなんですよね。ですので、まあこの年齢以外の方はですね、残念ながらこのクレジットカードね新規発行できないんですよね。ですので、この点も注意してください。さらに、先ほども言いましたけども、 MyJCB の、アプリにねログインしないと、こちらキャンペーンの対象になりませんので、ログインが必要っていうのもね確実に押さえておいてください。で、次にですね、JCB クレジットカードの基本スペックですね。まずこちらが年会費無料のクレジットカードとなっておりまして、基本還元率は 1% っていう風になります。入会後3ヶ月以内はですねポイント4倍っていう風になっておりますんで、まあ、このキャンペーンでね、まあ、新規発行された方は、まあ、ある程度の期間ね、まあ、利用すると思いますんで、3ヶ月以内の
間は、ポイントが4倍になります。で、貯まるポイントは置き時ポイントっていう風になっておりますので、まあこちら ANA マイル、JAL マイルね、ともに交換することができます。でこちらのね JCB W カードっていうのは、まあ、年会費無料で、1% のね、還元が受けれるクレジットカードで、まあ、ヤフーカードとかね、楽天カードとかありますけども、JCB W カードの強みはですね、ETC カードをね、発行している方は結構おすすめなんですよね。このヤフーカード、楽天カードっていうのは、この、まあ、ステータスによってちょっと変わるんですけども、ETC カードの発行はね、有料なんですよね。ですけども、この JCB W カードは、ETC カードね無料で発行することができますんで、 ETC ねよく利用されている方は結構おすすめっていう風になっていますね。で次に、現在ねポイントサイト EC ナビで、こちらね案件あるんですよね、この 20% キャッシュバックキャンペーンが、まあ、やっているにもかかわらずポイントサイトの発行案件がね、まあ、あるっていうのはかなり大きいですよね。 EC ナビのポイントサイトの、ポイント獲得条件もですね、クレジットカードを発行するだけっていう風になっておりますんで、まあ、いくら以上ね、まあ、利用しないとポイントがもらえないみたいなね、そんなこともないですので、ですので、こちらねかなりおすすめとなっております。ですので、まあ、キャンペーンとね合わせると最大で1万1000分がね、まあ獲得できるっていう感じになるわけなんですよね。いかがだったでしょうか。今回は、JCB W カードの、入会キャンペーンですね。20% キャッシュバックキャンペーンと、併用してね、ポイントサイトの案件も紹介させていただきましたけども、やはりね、この 20% キャッシュバックがやっているにもかかわらず、ポイントサイトの案件が利用できるっていうのはね、かなり大きいですので、まあ、今、20% キャッシュバックキャンペーン自体はですね、今結構いろんなポイント、クレジットカードでねやってるんですけども、ここまでねポイントサイトのポイントが上がっているっていうねクレジットカードありませんので、まあ、結構個人的にはねこちらおすすめとなっております。前回ね三菱 UFJ のビアソカードでねこの 20% キャッシュバックキャンペーンがね、発表されて、ポイントサイトにその時6000円分だったかな、5500円か6000分だったと思うんですけども、その時もまだあったんですよね。ですけども、1日か2日ぐらいでねそのポイントサイトの案件も消えてしまいましたので、もしねこのキャンペーンに乗って、クレジットカードのねポイントサイトの案件も利用したいっていう方はですね、ぜひね早めに決断するようにしてくださいね。正直これもいつまで残るかね正直わからないですね。それでは今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。